紙質券通りこう来て、こういう工事なんかはどんなになってるのかってね、うん、こういう、車はすれ違うの大変だなっていう道、そういえば西井そばってなんか脂っこそうで自分は食べてないけど、食べたことずっとないような気するな。あ、出てきましたね、あの広い道に。この道をずっと行くといいのかな、その清明神社に行くには。千本釈迦堂っていうのがですね、実は左の方に行くとあるんだけど、今行って何がある、なんかあるかね。今回はパスかな。まあ途中で何かあったら寄ることにして、はい。